これ俺？これ誰？これ俺？これ誰？これ誰？これ俺？これ俺？これ誰？薩摩さん042です。お久しぶりです。ちょっと情報量の多い絵となってますが、これね T シャツ、完成しております。薩摩の一味 T シャツ、第何弾になりますかね。おかげさまでもうものすごくね皆さんにお買い上げいただいてありがとうございます。まあね、あのトイレ T シャツね、あれ初代あれもう700枚ぐらいね、皆さん買ってくれてもう私もびっくりなんですけどもね。はい、もともとその薩摩の一味ってなんやねん言うたらですね、先日いつか忘れましたけど、あのライブ配信中にですね、あのレインボーのスターゲイザーをやった時に私あのスライドバーを、使わずにこの一味でやったわけですね。そうしますとチャットでうわ一味や一味で弾いてはるみたいな、一味はスライドバーになってるとか言うたら、まあ、うちの東谷があの薩摩の一味や言うてうまいこと言うてですね、そこでまあドカーンと湧いてたんですが、もうこうなるとですね、もうそれはもう T シャツ作らなあかんな言うてポンポンポンと、アイデアがその時に湧きましてですね、でもう完成した次第です。もしよければ、ユニクロ製なのでね、素材はしっかりしてますし、よければ薩摩の一味になってください。11月の13日、もう今日水曜日ですか、11月10日ですから、あと3、4日後にですね、久しぶりに YouTube のライブ配信をします。前回はですね、エディの追悼でですね、10月6日、エディの命日に、配信させていただいたわけですが、本当に、久しぶりのライブ配信になります。それでですね、この薩摩モデルの2号機このキープアウトのフライング V を久しぶりにね引っ張り出してきて、このギターで暴れまくりたいなと思ってます。ただね、これなんで使わんかったかというとですね、これね、わかります？あのギターやってる人ならわかるんですが、3フレット、5フレット、7フレット、9フレット、12フレットと、ポジションをわかりやすいように打ってるんですが、このキープアウトでね、この塗装、これ塗装なんですけども、これね8フレットとか10フレットにこのキープアウトが巻きついてるので、もうこれ何フレットかわからないんですね。ほんでまたね、そのそれでほんなら薩摩さん言ってこれどうですか言って、ここにねポジションね、打ってもらって、これねあの夜光塗料塗ってあるんですよ。だから真っ暗になっても弾けるらしいんですけどね。まあ今回ねもうこのフレットを 見ずにここのポジショニングを見て弾こうかなと思っています。はい、裏はこうなっております。すごいですよね、この塗装。それでね、あのヨヨカちゃんとやったこともまあちょっと語りましたが、ブログなどで語りましたが、その今度の13日のライブ配信ではですね、その、ヨヨカちゃんで一発レコーディングしたね、バッキングトラックを使って何曲かやりたいなと思っています。まあ、8月にね、一発撮りのレコーディングしてきたんですが、せーのでやってですよ、もう全員プロの方で本当にもう緊張しかなかったですよね。はい、そういう緊張感も、今度のライブ配信で、少しでも伝わったらいいかなと思っております。よろしくお願いします。